おはようございます。リキューです。ウェルエイジングアワーをスタートしてまいります。今日は建物の中からお送りしております。ちょっと今日はまたこれからすぐ出かけるので、雨ではないんですが建物の中からのライブとなります。皆さんお変わりございませんか？はい、今日のテーマに早速入ってまいりますが、介護と災害対策、蓄電池の話ですね。蓄電池の備え方というテーマでお話をしていきたいというふうに思います。昨夜定期的にやってるライブ、昨日はウェルエイジング減災塾ライブということで、災害対策の専門家の方々、蓄電池の専門家、それを総合的に取りまとめてる藤沢さん、蓄電池を扱ってるのは台湾出身の江さんの3人でお話をしてきました。2024年の4月から、介護事業者のすべてに BCP 災害対策、災害のプランを作ることを義務化されたわけですよね。で、一気に言って言いますか、もっと実用と介護施設を中心に前から災害拠点、被災拠点ということを求められてきて、それなりに介護施設は対策を立ててきて、さまざまなスペースを確保したり、勉強会をしたり、地域の皆さんと一緒に避難訓練をしたり、いろんなことをやっているというのは、今までもかなりそこにフォーカスをして準備を進めてきたと思いますが、ただこの義務化というのは非常に重いわけですね。BCP という言い方、ビジネスをコンティニュー、ビジネス、BC の C はコンティニューって続けるということですね。で、P はプラン、計画という意味です。介護事業を継続していくためのプランを作りなさい。そしてその先には BCM、そのマネージメント。これこそ介護経営になります。プランを実行する、そして日々介護サービスを運営して、災害時にもそのサービスを止めない、そして地域を支え続ける、そのための計画、マネージメント、あるいはトレーニングをしっかりしていって地域を支えてほしいということですね。もちろん一つの施設だけでは支えることが難しいので、全ての事業者にそれを義務化してですね、そして連携して地域を支えるというふうに私は見ていますが、様々な解釈があると思います。多くの介護施設はもともとプランは作ってあるので、プラン自体は3月末に作り上げるということが条件になっているわけですね。ただそれを実行するという意味では知らないことがたくさんありますよね。個人的にまず自分の命を守るということが第一優先だと思うんですね。まず自分の周り、身の回り、自宅の災害対策をしっかり取った上で、自分の勤めてる介護施設とか、あるいはお付き合いのある高齢者の命を守ることに順次入っていくということを、考えていくということになりますよね。さて、昨日はですね、その中でも蓄電池の話でした。要は災害が起きてからバッテリー、電気がないので電気を提供してくださいという時にはもうすでに時遅しで、起きた時にすぐ使える電源、電気を用意しておくということがどうも必要だということですね。それが、直近って言ってももう半年経ってしまいましたが、能登半島地震でかなりそれが確認をされて、見直しがされて重要であるということがまた叫ばれているということになるわけですね。さあ皆さん、お家の中の蓄電池、電気の、備えはいかがですか？今日は中心は介護施設の話にどうしてもなってしまうんですけども、例えばこういうことをイメージしてもらうと分かりやすいと思うんですね。例えばスマホ、あるいはパソコンですよね。これは電源が切れたら、もうただの、物体でしかないわけですよね。そこに様々な記憶がなされたり、あるいは細
保存されていて、いろんなものを調べたり情報を得たりすることができる。そして情報発信もすることができる。今日も私はこの放送はスマホを使っているので、この充電が切れた時点で私は情報発信ができなくなる。そして皆さんからの受信もできなくなるということですね。で、ちょっと長時間外出するときには私はバッテリー、そのスマホを充電するバッテリーを必ず持って出かけるわけです。で、ずっと途中で検索をしたり、あるいは YouTube を見ていると、かなりのスピードで容量が減ってくるわけですね。それはスマホの古いバッテリーの良し悪しだとか、まあ、様々な要因があると思うんですが、バッテリーが減ってくると結構不安になるということです。ですから、バッテリーって言いますか、スマホの電気容量が減ってくると不安になるので、常にもう一個カバンに充電できるバッテリーを入れて外出をするということが習慣になっているということで、それが自宅、あるいは介護施設で起きるということですね。突然切れる電気もあるし、パソコンなんかでも、そのパソコンの本体にある程度の、電気がストップされていて、何時間は使えると思いますが、その後使えなくなってしまって、情報が途絶えてしまう、作業ができなくなってしまう、まあ、明かりが消える、それから夏場だったらエアコンが消える、扇風機が使えない、冬場だったらストーブが使えない、まあ、周りを見渡せば、電気で動いているものの中に囲まれて我々は生活をしているということになりますよね。ですから、そこをしっかり見直しして備えをしていくということになろうかというふうに思います。災害が起きたその瞬間から電気が使える安心感、それが命に関わり、その被災を、この災害の減災ですね、災害を減災する大きな力になるということです。この備えをしていくと、専門家の発表によると、災害を防災対策、減災対策をしてどんなに効果があるのというようなことをどうしても思っちゃうんですけど、これね、すごいですよ。専門家で言うと 40% から 80% くらいの減災ができるというふうに示しています。で、この開きって随分あるんですが、その災害が例えばいつ起きるか、どんな状況の中で起きるかによって減災できる割合が大きく変わるってことですね。例えば地震が起きて火事になった時に強い風が吹いている、そうするとその火の粉は瞬く間に広がりますよね。それと朝が起きた、あるいは満員電車が動いている時に地震が起きた、様々な状況によってこの被害ボリュームっていうものは変わる。で、それに対して災害対策も影響を受けていくという、まあ、そういうふうにして備えのあり方、それから災害がいつどんな形で起きるかによって防ぎ方が変わるということも知っておかないといけないだろうというふうに思います。まあ、電気が必要だということは皆さん言わずとしてももう分かってらっしゃると思いますが、例えばこういうことは分かりますかね。私も実は意外と分からなかったんですが、災害イコール発電機、発電機を私も施設に置いてありました。蓄電池あるかというような議論はあまりしてこなかったんですね。電気のために発電機を用意する、で、発電機と蓄電池は何が違うのかということですが、発電機はですね、やっぱりこう燃料で動くわけですよね。そして大きな音、大きな振動がある、どちらかっていうと外で使うわけですね。で、蓄電池はお家の中で使う、音がするわけじゃないということです。ですから、この違いですね。ですから、蓄電池ももちろんそこに充電するときには発電機ですることもあるというお話でした。そして蓄電池のバッテリーのことですが、鉛のバッテリーから今はリチウムバッテリー、その中にリチウムのリン酸鉄というものが出てきてるらしいですね。これは安全性、熱を持ってしまう、発火するかどうかっていうのは過去にもこの
カバンに入れた、バッテリーが発火してしまうみたいな事件がちょこちょこ起きますよね。そういったことのこの安全性によって随分違うということも知っておかなくちゃいけないというふうに思います。それと容量ですね。どうしても何時間持つの？要は1時間持てばいい。1時間充電でき、まあ、充電して1時間使えればいいという場合もあれば、やっぱり一昼夜使いたいということもあると思うんですね。ですから、容量が大きければ大きいほど、形も大きくなって値段も高くなるということになろうかというふうに思います。すぐ使えること、それと安全性が高いこと、それからお家の中で使えることということですね。そして、そうか、思えばそうだなというふうに思うのは、やっぱりバッテリー、この蓄電池というのは、自然に放電してしまうということですね。例えばしばらく、外出をせずに、置いといたバッテリー、さあ今日外出だって言っても、そのまま持ち出すと、実はそのバッテリー自体に充電がされてないことって起きたわけですよね。私の場合はね。ですからこれは自然に置いておくだけで、放電してしまう、充電が少なくなっていくということですよね。ですから、この蓄電池を買って、普段使わない、あるいは倉庫にしまっておいて、災害が起きた時に引っ張り出してくるという時に、実はその蓄電池に充電がされていないということが起きると、せっかく用意した蓄電池がただの、ボックスになってしまうという残念なことが起きるので、昨日の専門家講座とか、藤沢さんがおっしゃってたのは、用意した蓄電池を日常使いしてくださいということをおっしゃってました。日常使いということはどういうことかというと、普段使っている電化製品ですね。例えば、老人ホームなんかで言うと、加湿器とか、除湿器とか、あと何がありますかね。吸引器とかいうのは日常使い、まあもちろんするんですけど、もっと常時使っているようなものがあるかと思うんですね。例えば卓上で使っているような、例えば電気ポットだとか、あるいは扇風機だとか、そういったものを、その蓄電池を経由して、その蓄電池が AC 電源につながっていて、蓄電池から充電して、蓄電池から電源を取って、例えば加湿器が回ってるみたいなことを装備すると、それは常に日常的に使っているので、倉庫にしまって、いざという時に放電してしまって使えないということが起きにくいですよという専門家のアドバイスでした。まあ、それは言われてみると当たり前ですけど、そうだなというふうに思うと、そういうことを普段気にしかけてないなっていうのは私だけじゃないというふうに思うわけですよね。災害対策、今始まったことではありませんけど、改めて考えてみると、まだまだ知らないことばかり、あるいは備えも、タンスが倒れないくらいの備え、あるいは水だとか、ちょっとした非常食は用意しているけど、電池ってどうだろうとかですね、マッチ、ライター、まあそういったもの、あと明かり、私はね、この明かりというものは用意してあるんですね。それからいつもカバンに入っているのはヘッドランプ、これも明かりですよね。いざという時に暗闇から動き出さなくちゃいけない時に明かりが必要だろうということで、常にカバンの中にはヘッドランプが入っている。私は山登りをしていたので、ヘッドランプがいくつかあるので、その中の一つを、これも放電しないように定期的にチェックをしながら、いつもカバンの中にヘッドランプを入れています。まあ、様々なことが必要ですよね。書き出してみると山ほど準備するものがあります。この BCP 対策に様々な書物が出ていて、結構優れものが静岡県モデルということで、静岡県モデルの様々な準備のリストだとか見ていくと、これだけたくさんあるのかということが出てくるわけですね。だから BCP プランを作る、作ったらそれを理解して、いつでも動かせるように教育をする、確認をし合う、それが動く組織を作り上げていく、
そして連絡網というようなことがやっぱり問われてくるわけですよね。そこにはやっぱり様々開発されてバッテリーもいいものが出てくる。そしてその使い方が普段から使ってないとわからない。どこに置いてあるかわからないということじゃなくて、そういったものも教育。そしてそれを他社のために使う、サービスを止めないようにしていくということを普段からやっていくということが重要であるということになるわけですね。まさしく介護経営、介護の運営、そして施設だけじゃなくて通常介護、訪問介護と連携して町を支える、住民の方と連携をする仕組みというものを介護のこの地域単位で編成されている介護サービスが介護というケアマネジメントの大義名分の中で日々連携しているようにですね、災害が起きた時にそれがしっかり動くという役割分担がある、どこに何があるということを情報共有しておくということ、そういうものも非常に重要だというふうに私は思います。ですから我々がその災害のプロと介護の専門家がタッグを組んで減災塾という学びの場から始めようということで、ウェブエイジング減災塾というものを立ち上げようとしています。まだ少人数なんですが、商品サービスをお持ちの方々、そして彼らが提供したい先は、やっぱり義務化された介護事業者、そしてその情報に学びを入れて、いつでも動けるような体制を取っていくというようなことを、このウェルエイジング減災塾の中で実践していこう。まずは学びを提供して、この商品は何を選んだらいいか。そして、それに必要なお金ですよね。補助金も提供されると思いますが、例えば購入するのか、レンタルするのか、というようなことも一つの選択のポイントになるというお話がありました。まあ、検討することは様々なので、一気に行かないとしても、まずは自分の身の回りの整理から考えてみていきたいというふうに思います。改めてスマホ以外の、その電気供給というものも考えていく必要があるかなというふうに思います。まあ、山登りやってるので、災害対策イコールキャンプ用具、あるいは山のガスストーブだとか、さっき言ったヘッドランプというのは、他の方よりもありますけど、ただ実際知識はないし、ということですね。それを今度は、介護施設などの、この日々の運営の中に落とし込んでいく仕組み作りというものが重要になっているということですね。起きなくてよかったねっていうのもあると思うんですね。ただ、必ず私は起きると思うんですね。専門家もそういうふうに言っています。自分がいる間、自分が生きている間に起きなくても、それは自分たちの子孫に引き継がれていく災害が起きるリスクは変わらないわけですよね。自分がいる間に起きなくても、子供たちにも備えを引き継いでいく、そんな時代、そんな日本であるというふうに私は思います。これを参考に、この情報を機にですね、ぜひ皆さんも身の回りの蓄電池、電気というものをもう一度見直ししてはいかがでしょうか。昨日の、ライブの YouTube 動画は概要欄に、記載しておきますので、可能であればご視聴していただければありがたいです。はい、また皆さんとお会いしたいと思います。良い一日をお過ごしください。